どうも、PDR さんです。くっそ久しぶりのアプリ動画です。プループシュヒカマニボイス。ヒカマニが何なのか知らない人たちのために説明しますと、ヒカマニとは、YouTuber のヒカキンの動画を利用した二次創作動画の総称です。ヒカキンの動画は、その面白さやクオリティの高さから多くの人に支持されています。そのため、ヒカキンの動画を利用した二次創作動画も多くの人に楽しまれています。要するにヒカキンのミームですね。で、事前に言っておきますが、 PDR さんはヒカマニの存在を知っていますが、にわかです。何してんの何してんの、ヌプヌプしてる、ピーチは抜ける、プルルルル、うんこの力ぐらいしか知らないです。で、こちらのアプリ、ヒカキンがヒカマニの人気に便乗して出して賢いなと思ってたら、違うみたいです。いろんなミームアプリを出してる YouTube もやってる人が開発者みたいで、非公式アプリになるのかな。まあ、とりあえずそういう細かいことは気にせずにアプリをやりましょう。ちなみに、いつもだったら動画撮る前にちょっとアプリをいじって台本を書くんですけど、だるかったのでやりませんでした。こっからはノー台本ゾーン。つまんない広告におさらば。次の画面で許可をタップして不要な広告を最小限にしましょう。ちょっとやだな、それ。いやー、ちょっと要求しません。これを押していけばいいのかな。うるさい。あ、わかったわかった。それ今のヒカキンの声。マスオさんでしょこれ。これマスオさんだよ。マスオマニじゃん。いや、もう一回聞きたい。これはいつ聞いても面白いですね。はいはいはい。何これ、小島よしお、ウェーイ。ごめんなさい、全然わかんない。ええ何何、え、次押したら、え、あ、広告、あ、うざ。何これ、立たない、ちょっと今のもう一回、いや、これ一番好き。小学生か、これ絶対ヒカマニ好きなの小学生とかでしょ。 PDR さん精神年齢小学生だから。よっしゃ、ごめん、ごめん、これだけでもう5ラテニアンポイント。うるさいうるさい。はい、これこれだけでもうこのアプリ5ラテニアンポイントで、渋谷のロフト。いや、これちょっと意味わかんないな。まあ、もともとやっぱり10がすごく欲しかったんですけど、際どいな。なんか4545ってこれ、なんだ、遊んでんのかな、誰か。まあ、結構あんな、これ。お前はこれで死ね。定期的に声が出ちゃう。あ、一つ気づいちゃった、これ。
これ、ケツの穴がない。あ、これ知ってる。あ、結構ある。これどれぐらい、めっちゃおるやん、これ。すごいな、頑張ったな。あー、広告。あなたはどのタイプのものですか。あー、ちょ、いや、うるさい、知らない、どうでも。あー、うざ、うざ。これいつまで続くの。え、だる。広告はちょっと悩ますね。まあ、アプリなんで。普通にオープニングやん。感じる、なんかすげえ怖い。え、嘘だろ、嘘だろ。あのパーリピーポーどもが。あ、これか。じゃあ何個あんだ。1、あ、ファッキョー。あー、広告、あ、これちょっとうぜえな。ラテニアンポイント1個減らしましょう。ちょっとこの広告ちょっとうぜえな。2、3、4、5、6、7。あ、ちょっと待って、これ AI でひろゆきの声、それとも、あ、でもひろゆきってお金詰めば何でもやってくれるってなんか聞いたことあるような気がする。あ、もう何個は画面ある。10個ぐらいあるのかな。結構ありますね。21万6295人。あ、でもどれもやっぱり、あ、ちょっと待って、これ、あ、ヌプヌプしてる。うーん、oh come on、 no no、 3ラテニアンポイント。ちょっと、もう no no、 fuck off fuck off fuck off。 あ、ピーディアさんの好きなのどこ行った。 oh come on。 2、2、2、2。はい、ひかまにボイスアプリでした。結構楽しかったんですけど、やっぱりちょっと広告がうざくなってきてイライラしてきたので、まあ、最終的には2ラテニアンポイントってとこですかね。はい、皆さんもぜひアプリが消されないうちにやりましょう。これいいの？なんかアプリって結構儲かるって聞いたことあるんで、まあ、PDR さんよくわからないし、正直どうでもいいです。皆さん面白いと思ったらちょっとやってみてはどうでしょうか。多分5分ぐらいで飽きる可能性もあるので、 PDR さんも多分この後消すと思うので。はい、では神ゲーだな。そうに決まってる。このゲームをプレイして人生が変わりました。今まで教室の隅で本を読んでいるだけのしょうもない人生でした。ある日、クラスの一軍女子にからかわれ、お前スマホで何をしてんの？と言われ、 YouTube を開いたつもりがこのアプリを間違えて開いてしまいました。すると一軍女子は、お前ひかまに知ってんの？と興奮気味に語り出し、さらには僕のことをいじめてた男子たちもこのアプリを通して仲良くなりました。このアプリのおかげで人生がバラ色になったのは今でも感謝しています。